イザベル・オブ・グロスターは、イングランド・オージョンの最初の妻。ヘンリー一世の処刑の孫である、第2代グロスター博、ウィリアム・フィッツ・ロバートの娘。父が1183年に死去したとき、男子の後継者がいなかったため、グロスター博の称号は一旦消滅したが、1186年に、新たにイザベルに与えられた。1189年8月29日に、 王帝ジョンと結婚した。ジョンがイングランド王となったのは1199年であるが、その前後に婚姻の無効をローマ教皇ボニファティウス8世に認められて離婚した。イザベルは王妃とは認められず、グロスター白衣も召し上げられた。召し上げられたグロスター博くらいと白爵領は、彼女の姉、マーベルの息子のエブルーアモーリー4世に受け継がれたが、 1213年に彼が死ぬとイザベルは再びグロスター博に封じられた。その後、1214年に第二代エセックス博、ジェフリー・フィッツ・ジェフリー・ド・マンデビルと再婚すると、ジェフリーもグロスター博を名乗った。1216年にジェフリーが死に、イザベルは再び未亡人となる。1217年にヒューバート・ドバラと結婚するが、結婚した1ヶ月後に死んだ。 彼女の死後、グロスター白衣は妹アミシーの息子ギルバートド・クレアに受け継がれた。ありがとうございます。